君の姿を見るたびに時々が止まらない。今回のステージさんです。来てくれました、ありがとうございます。もう大村マジ意味わからないんですけど、全部に頭なんですけど、どうしたらいいんですかこれ。マジでマジでどうしたらいいんですかこれ。次も2頭銀が強いんじゃない。いやもうそんなことないっす、全部2頭です今のところ。次もちなみに2頭買います。あそうショート、あーはい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 、次は2頭なんですよ。でも今までの 1,2,3,4 レース全部2頭なんですけど、そんなことありますよ。あーこれなんか2号とか意味わからんことになってます。ということで飯野さんお疲れ様です。さあタバコみんなありがとうございます。俺の一番欲しいもん分かってくれてる。ちなみにせいさんとりんなさん T シャツあと1枚ありますけど、いりますいいっすか。いいっすね、さすがにちょっと身内すぎますねこれ配ったら。 OK です OK です。ちょっともう無理かもしれへん、ほんまにやばいっすマジで。ちょっと助っ人のみんなが来てくれたんでね、まあ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 って感じなんですけど、さあ5レースやります。ちょっと今日の大村ね、今4レース終了段階でもう全部2コース1着全部に、はい、で今回は、2コース安河内翔選手です。足も、いいです、はい、もう鬼に金棒ということ で次に安いのが3と5っていう僕がつけてるんで、もう信じました自分をね。2-1-3-5-1-3-5-4が絡むんが怖いんですけどねこれっていうのと、あとインコースの選手も別に直近のインコース3走全部逃げてるんで 1-2-3-5 一応逃げた時の 1-2-3-5 です。爆撃はないけどって感じですね。一旦ここ当てとかんとほんまにきつい、かなマジできついんで、これ外れたらもうちょっとかなり剣します。さあ頼むぞ安河内翔、これは安河内翔やと思うけど、4が絡まんかったら大丈夫、4絡みは諦めるわ、しゃあない。さあさあ1-2でもいいねんけど、どう考えたら安河内翔いいぞ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 、よし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 、4位が頼むって、ほんまに4だけない、3、これ4ないねん、ほんまに3、ほんまに3か5、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 4が真ん中、4が真ん中、3か5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 、そう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 、よし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 、危ない危ない危ない、3か5、6、いや、さすがにちょ待って6、待って何この6の伸び、待って何これ、あかんやばい、あかんことが起こってる、これあかんことが起こってる、待って3、最打ち、まだ諦めんな、うわやばい、これは4か6、ちょもうえぐいねんけど、この抜け目もうえぐいわ、もう無理、やめ、もう無理、もう無理、陣野さんとせいさん、じゃあ、さらに戻しや、 俺以外の2人は、なんか素直に当たってましたね、1万人で、なんで俺だけ当たらへんかった、4,000円、ナイスということで、売り切れでございます、ありがとうございます、はい、すいません、申し訳ありがとうございます、お茶いただいたんで、ありがとうございます、ありがとうございます、あの、これから大村来てきてください、行きます、せいさんと陣野さんからカツアゲしました、いただきます。作戦会議します。僕はもう大村10レースまでやりません、いいですか、はい、10レースまでやりません、はい、で10レースで1-4-0を買います、はい、これが外れた場合もうここで終わりです。今日はもし当たった場合11-12レースも予想は考えております、はい、いいですか、 OK ですね、ということでいただきます。カレー食べて、なんか本格的やねんけど、大村のカレー、 OK ですね、ではいただきます。ちょっと心折れそうなんで一旦飯食います、はい、お金のあるうちに一旦飯食って考える、ちょっと一旦冷静にならなか、マジでうまいんですよ、もつ煮込みライス平和島の
てか俺 K1 のエンジン評価なかったらこんな出られんのか。スミロイだけやん俺。まあでもとりあえずちょっとそんな泣き言言っててもね、はい、風致に勝たないといけないんで、まあちょっとね、今でもこのまま平和島やり続けて果たして僕俺が今日プラス中心になるのかって言われると正直バリ自信ないっす。はい、なのでまあほんまにやるかどうかわかんないです。もう帰る可能性もあるんですけど、まあ、ちょっとレース選びます。でお二人目にねお声かけてくださった方に高高さんからの、よーす、多分ねこれサイズ選べなかったんですけど、はい、2枚しか持ってきないんで多分ちょうどいいと思います。エールで、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これからもわー、はい、よろしくお願いします。勝ちました今日。そうですね、買いました。もうインの渡辺選手からもう1の2差しの2差しをもうあんま多くを語らんことにします。はい、もうまあ逃げてくれたら当たると思う。ただまあ6の山田優太選手を切ってるっていうところはあるんですけど、これでイン逃げて6の山田優太選手が3着入ったらもう帰ります。はい、ほんまに逃げてほしい。渡辺選手マジに逃げて、渡辺選手マジに逃げて頼むよ、渡辺選手マジで頼むよ。持ってるな、 OK、 スローゼ持ってる。いやこれ山田選手が怖いな、6コース大丈夫、これ逃げれるな。宇野選手あんま詰めたらあかん。これよく当たってくれた。なんぼや。あれ結構つくやん。または投票券を入れるか。30倍ついてるやん。ナイス、よし、ラッキー、宇野選手4渡した。いやこれ多分ケツの2がめちゃくちゃオッズついとったやろな。なんとかまあ1個取れたんでかいっす。マジでこれ全然違うっす。で、9レースなんですけど、ようやくなんかその展開予想がまあしやすいレースがやってきました。はい、まあ124実際1番人気も10倍とかですしね。はい、まあでもこれはちょっとまあ読みやすいレースなんじゃないかなと思います。まあ、北川選手しっかり、スタート決めて、で4コースの香川選手が、伸びに振ってて、で、まあしっかり伸びてるっぽいんですけど、でもさっきのレース見た感じ、まあ、正直あんまバランス取れてない足なんかなっていう感じがしました。なので、北川選手もう陰線で、僕の、推しは、3コースの選手です。はい、もう13の、46に資金配分振ってます。でこれ1の4646っていうのは、香川選手が伸ばして、角からまくっていった場合の、1の4646、はい、スリット揃ったらもう123と1の3の2しろ、まあ、これでいいと思うし、香川選手が伸ばしても俺インまでは届かないっていう予想にしたんで。香川選手無茶せんとってくれよ。無理やり絞るとかやめてくれよ。もうぼちぼちでいいぞ、ダッシュは。ダッシュではぼちぼち。うわ、2コース遅れてんな、これ。まあでも、1、3、4が本命や。オッケー、オッケー、オッケー。持たしてる、持たしてる。
いや、2個飲み返したの偉い。マジでこれ1、2、3ならんかじゃん。1、2、4。あーマジこれひどいターンやったな。3コースの人1、2、4かよ。うーんマジか。いやこれはちょっと俺が悪いな。1、2、4か。ようでも伸び返したな山下選手。はい、ここ10レース、もうここから14なんですけど、11、12は正直、まあ、ガチガチの、オッズが安いところで、ただ平和島っていうところで、まあ、リスクの方が高いかなと思うんで、当たっても外れてもこのレースが最後。ちなみにこのレース一番僕が美味しいと思ってたレース、大池選手の陰線で、ただ大池選手はあの足が良くない、はい、ずっと。で、2コース山田選手で、ビット離れ八木選手が遅れて田中選手が3コースに入ってるんですけども、まあ、展示から見ても、リプレイから見てももう田中選手は本当接地争える足だと思ってます。で最近田中選手、まあ、今回はチルト0度ですけど、まあ、チルト、上げての伸び方っていう調整がかなり、決まってる選手が3コースに入ってくれてる。まあ本番4コースでも3コースでも僕はもう田中選手ここ軸にしていいと思いました。まあピンパンな選手なんですよ。はい、あの攻めてくれるんで、もうブロックして弾かれたら弱外やし、ただもう何を言ってもまあ攻めてくれる選手やし、まくり一択で行ってくれるんで、展開予想がしやすかった、はい、というわけで、124あと14の235、ここが本戦、はい、ちなみに5コース、ぐんちゃんで、2コース山手選手おるんで、14のオッズは美味しいです。僕3コースからでももうシンプルに握ってくれると思うし、4コースからでも握ってくれると思うし、どちらにしてもこの14と俺めっちゃおつみおみあるなと思いました。最悪なのはビット離れでイン取られること。絶対だやめてや。もう最悪や。終わったわ。あれキモいわ。もう最悪や。もうそこだけが一番やめてと思ってたとこやったのに、もうそれだけは絶対やめてくれと思ったとこが来たわ。痛いぞこれ、ガチで痛いぞ。大池選手の時間間とかどう。田中選手もう全然ダメ、嵐になってんや。伸びてるけどそのスタートじゃマジきついって。もう意味がわからん。もう誰が勘こんなん。もうキモい、もうめっちゃキモいわ。もう無理帰ろう。あんまり面白くないね。こんな納得いかん順位あんねんな。こんな考えられへん、納得いかへん負け方もなかなかないわ。マジきついわ。最後のあのピット離れ、チェンジと変わりすぎやって、ほんまにきつい。とりあえずね、はい、赤羽のホテルに行こうと思います。はい、まあ、あれなんですよね、寝カフェもまあ高いんですよ東京って、はい、でホテルがね前泊まったとこが安くて、で奇跡的に予約取れたんでもうそこに泊まります。はい、まあ、寝カフェに5、6000円払うのもホテルで6000何歩払うのもそれとホテルの方がいいと思うんで、とりあえずそっち行きます。もう最悪なことが起きた。もう今大森駅まで着いたんですけど、もう最悪や。カバン忘れた。なんか俺旅打ちの時一回はなんか忘れてる気する。むちゃくちゃニワトリやん。むっちゃだるい。しかもこれ無料送迎バスの時間がもう終わってるから、タクシーしかないわ。もしくは歩くかやな。いやもう無理や。もう最悪やこれ。レシート大丈夫です。はあ、そうよき。絶対忘れたかも、こんな。熱っ。はい、今から7レースが始まるんですが、僕はもう昼寝です。10レースまで寝ます。10レースになったら誰か起こしてくれると思うので。おやすみなさい。ということで唐津でもいただきました、タバコいただきました、ありがとうございます。
さあ、皆さんのおかげでタバコがだいぶ集まってきました。ありがとうございます。マッサージチェア10分200円です。まあ、ちょっと検してる間暇なんで、マッサージで。さあ、おはようございます。気合い入れていきましょう。大村の10レースでございます。まあ、これ外れたらさすがにもうね、これ以上資金減らしたら結構大変なことになっちゃいそうなんで、もうさすがに外れたらやめますが、当てる気でいきます。はい。まあマジで問題はまず松崎裕太郎選手に逃げてくれ。陰性勝率は 50% とそんな高くないんですが、トーチ大村の勝率、陰性勝率でいうと 100% でございます。なんでまあ大丈夫かなっていうので、あと僕が見た中、前節前々節見た中で、このメンバーで足の4町鳥選手なんでワンフォーオールと、まあ相手としては3号手の選手なんかめちゃくちゃ3コース勝率強くて、まあ3コース後者ということで、まあ1の3、4、3、4と、まあ1の2、3の4ですね。はい。なんでまあ1、3、4、1、4、3が本戦でございます。オッズ的には1、2、5が一番人気なんで、結構なんかちょっと僕の予想とはと人気どころがずれてるんでね、まあ当たれば結構美味しいです、どこが来ても。すいません、ビールいただきました。ありがとうございます。いただきます。お疲れ様でございます。おお、大村は海水ですか。海水だそうです。なんでこう普通の魚が泳いでますね。さあ一旦マジで松崎裕太郎逃げてくれ。大村のインコースは得意やろ。てか大村のインコースやねんから逃げなあかんて。逃げ込め。悪くない、悪くはない。ここが出てるんがちょっと嫌やけど、いや大丈夫、このくらいで大丈夫。さあ町鳥、町鳥さん左打ちだし、ちょっと待ってよ、もうちょっと待ってよ、もうちょっと待って、ほんまに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 ちょっと待ってよ、もううわ俺3、1、4だけ顔隠しとってけど、ちょっとごめん、差し返してくれ松崎裕太郎、魂の差し返してくれ、ほんまに頼む、ほんまに頼む、差し返せ。あーもう314だけ買おうかと思ってた。さあ、大村11レースです。俺が入ったレースやったレース、大村今日1回も逃げてません。何が大村インコースが強いやねん、ふざけんな。ということで11レース石川慎二の一戦です。もうほんまに逃げてくれ、頼む、さすがに逃げてくれ。で2、3着なんですけど、まあ2着か。まあ俺がエンジン見て、もうこれは節トップ2ベスト2に入るエンジンやと思った。3コース松田選手の足先はあかんかったけど信じます。1、3前と1、2、3、やばい方の旅打ちかもしれへん。今回最近調子良かったから旅打ちもいろいろと、これ外れたら4万しかないねんけど、やばいぞ。勝ったらもう無理です。ちょっとさすがに逃げると思うねんけどな、これ逃げへんかったらほんまに無理やで石川慎二。いやー参加出とるわ石川慎二。もう無理やって、もうほんまにもう終わってる、もう終わってる、マジで、もうマジで無理、マジで無理、話だった。だから下が2着に上がると思う。石川慎二何してんねん。1345各2000、もうやばい、もうほんまにやばい、もうなんかもうやばいねんけど。大村、俺長崎やで今、どうせ当たらんし、これも一番人気2番人気やけど、ちなみにどうせ当たらんから、まあ、残り36000、はあ、入れる気がせえへん大阪まで。
35や。35。うわ、2000円しか行ってなぁ。139.3 倍。もう2000円しか行ってないっす。これ5000円いくか迷ったんすよね。約5000円いくか迷ったんすよね。でもそれはちょっとやりすぎやと思ってもたいな。まあ、いくか、それはちょっと。さすがに。まあ、さすがにか。うわぁ、金額が、ここに来て。金額を抑えてしまった。俺ビビって。いやそれはちゃうで。それはちゃうで。やばいよやばいよ。それはちゃうって。石橋。もう呪われてるやん俺。じゃあ石橋にしてもさすがにそれわかんねえ。石橋。はい、というわけで赤羽に着きました。まあホテルがね、ほんま奇跡的な値段で取れたんで、はい、これガチででかいっす。まあ風知も多分同じこと言ってたと思うけど、東京ほんまに高い。ホテルもう、いやホテルだけじゃない、もうなんせ寝るとこが全部高い。13,800円ですね。はい、そうです。はい、はいはい、というわけでチェックインしました。まあ2泊で13,800円、まあ東京にしては安いんじゃないですか。で、残金が38,700なんぼ。まあ、むちゃくちゃきついっすね。ちょっとやりすぎました。はい、ガチでやりすぎた。最後の2レースマジでいらんかったな。でもまあ、しゃあないよな、こればっかりは。当たると思って買ってるんでね。はい。なのでまあまあ、とりあえず、明日の分の宿代はね、もうかからんっていう、ちょっと安心感があるのと、まあ、明日玉が初日なんですけど、まあ、ちゃんと、しっかり勝ち切ったら、まあ、明日の夜はね、まあ、美味しいご飯食べに行ったりとか、なんかね、観光できたらいいなと思ってます。今日はちょっともうこれ以上お金使えないんで、はい、もう一旦ちょっとここでゆっくり寝ます。あまりに腹減ったんで、はい、あ、かけうどん、かけそばだけでも食って寝ます。ということで、リンナさんに福岡まで送ってもらいます。あ、なんか中洲展示あたりまでいいですか。はい、のネットカフェのとこでお願いします。マジでもうほんの前に話になってなかったっす、今日のオブラ。ということで、なんか準レギュラーみたいになったんですけど、はい、はい、福岡といえば名前とか言ってましたっけ。あ、言ってないか。まあ、岩です。岩さん、はい、はい、ということで、ね、凛乃さんがボロ負けした僕の癒しということでね、あの、おごっていただきますので、ちょっとお酒飲んで、はい、タイガースクラブでゆっくり寝たいと思います。はい、映れますか。あ、全然全然。ワーホール見てくれてるらしいです。いやー、ありがとうございます。この間お客さんにバラされました。クラブクレールクレール、はい、はい、住所とかね、概要欄に載せとくんで、よかったら皆さん使ってください。サービスでボトルもらいました。はい、ということで、リンノさんも帰らはったんですけど、ご苦労様でございました。っていうのと、あとね、今のその先動画にも出てくれたかな、出てくれたのボーイさんが、結構ね、ほんまに見てくれてるらしくて、ワンチャン原付貸してあげるよって言ってくれてたんで、明日の点火試合では原付借りるかもしれないです。チャリは無理やけど、原付やったら多分大阪まで帰れるんで、ほんまの最悪のパターンは原付で帰ることになるかもしれないですね。っていう保険ができたんで、ちょっとある程度戦えるかなというふうに思っております。まあ、とりあえず快活クラブで寝て、快活クラブの隣にパチンコ屋があるので、朝からパチンコ行って、で夜若松行ってって感じですね。うん、36,000円しかないぞ。まあちょっとほんま、まあ僕パチンコ旅うちの最近はほんまパチンコでプラスして叩いてるんで、まあスロット頑張ります。ということで今日の宿でございます。はい、まあちょっと漫画読んで、ね、寝ようと思います。
はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。ちょっとね、最後の画像8月25日までこれになります。はい、まずちょっとごめんなさい、これの宣伝からさせてください。8月25日マジックバード東三国店というパチンコ屋さんでついに初来店のなんかイベント的なやつが決まりました。パチ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 、はい、お願いします皆さん、大阪府近辺の皆さん、マジでお願いします。朝から来てください。これガチでお願いします。ちょっと初来店でね、できるだけちょっと人を呼ばないとね、ちょっと次の仕事がもう回ってこない可能性があるので、ほんま頼みます。新大阪駅から降りて一駅のところにあるパチンコ屋なんでね、はい、もう最悪も東京の人もみんな来てください。はい、もうもちろん僕らもみんなでね、なんか話しかけてもらったら何でもするんで、ね、逆立ちしてとか言ったら逆立ちもするんでね、はい、ぜひぜひ来てください。はい、まあ、これはねちょっとね、多分これから俺動画の最後毎回こっち系の話するかもしれないですね、画像がこれなんで。はい、ということで、今回の旅打ちね、現時点1日目終了時点での残金が2人とも3万円台っていうね、これはどうなのか、ルール的にね、まあ1錠2万円、ね、かけなあかんっていうので、まあ的中ゼロやったらまあ帰れないですね。はい、でまあさあどうなるかと、無事大阪に帰ってこれるのかとね、まあ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 大丈夫です、皆さん安心してください。ちゃんとこの後見せ場も待ってるはずですね。はい、このまま撃沈してリタイアなんてことはまあありえないんで、これからの展開ね、熱々の展開を楽しみにしていただけたらと思いますんで、はい、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。あと8月25日みんな開けといてください、ガチでお願いします。